はい、皆さんどうもこんにちは、アミタです。先日日本相撲協会ではなく、アマチュア相撲をね統括している日本相撲連盟が、まあ、ある大会のね、今年今まで多分ね全部中止になってたんですけども、それについてね、やっとね、はい、再開の、まあ、目処を立てたというか、再開する大会とそのスケジュールを発表しました。はい、ということで今日はそれをね、僕は勝手にお知らせしていきたいと思います。まずはね、新たに2つの大会が、まあ、中止と延期が決まってしまったんですけど、まあ、それからいきましょうかね。まず1つ目、10月4日に開催予定だった全日本女子相撲選手権大会、まあ、女子相撲のね、まあ、多分最高峰の大会なんですけども、これがね、中止になりました。残念。はい。そして、10月3日、4日に開催が予定されていた東日本の学生相撲リーグ戦、9人制のやつですね。まあ、A クラスは9人制か。まあ、ちょっと割とね、体重別に分かれてたり、まあ、普段より多い9人というね、はい、多い団体戦だったり、結構面白い大会なんですけども、これは、延期らしいですね。まあ、これはまだね、日時は未定ですが、まあ、延期と。はい、こういう形になりました。そして、まあ、開催がね、決定した大会なんですけども、まず、東西、東日本、西日本の学生相撲の体重別のね、個人戦。これが、9月13日に、まあ、開催すると。場所は東日本は靖国神社。まあ、いつも通りですね。西日本は大浜公園相撲場。これもいつも通りと。はい。これの開催が決定したと。まあ、まずはね、喜ばしいことですね。これが今年度一つ目のアマチュア全体のね、大会になるのかな。はい。まずは、こう、開催をね、することになったっていうのがね、まあ、とてもね、喜ばしいですね。さすが、日本相撲連盟、さすが。これね、なかなか、ちょっとね、開催できずに、まあ、いつまでこの状況が続くんだろうってなってたんですけども、やっとね、まあ、大学生の大会の体重別が、まあ、やることになったと。そして次の週、9月20日、全国女子学生相撲選手権大会、まあ、女子の大学生の全国大会ですね。これも開催が決まりましたと。はい。女性のね、大会もありますと。まあ、もちろん大学生だけなんですけども、まあ、とりあえずやることになったと。これは日本大学の八幡山総合体育館。これも、まあ、毎年かわかんないけど、僕たちの時もね、ここでやってましたね。はい。そして次の週、もうね、この辺は9月はね、もう毎週のように大学生試合ありますね。9月の27日には、大阪のね、堺の、まあ、大浜相撲公園で、全国学生相撲個人体重別選手権大会と、まあ、9月13日にある東西のね、学生の体重別の大会を勝ち上がった人が戦える全国大会が、まあ、これも開催が決まりましたと。はい、そういう話ですね。まあ、これでね、体重別の大会はとりあえずまあ全部やると。東西もやるし、全国祭もやると。この体重別の大会っていうのは、もう言ったらね、すべての学生に出るチャンスがあるんで、その体重も関係ないですよ、弱いもまあ関係なく、すべてのね、学生に出るチャンスがあるので、まあ、とりあえずね、今年は、どんなレベルの、どの学校の学生でも、とりあえず、試合をするチャンスがあると。全国大会で優勝するチャンスがあると。この体重別が唯一のね、出場機会みたいな選手も、まあ、いなくもないですからね。僕も大学1年の時は、これの大会しか出てないですし、なので、まあ、これはね、すごく、まあ、嬉しい話かなと思いますね。はい。そして、さらに、通常6月にあるんですけども、延期になっていた、東西の学生相撲選手権、まあ、いわゆる、大学相撲のね、前半戦の、まあ、山場みたいな大会なんですけども、これが10月の、まあ、東日本は10月3日と4日にかけて、そして西日本は4日、これを開催することに決まりました。まあ、僕はね、日本大学だったんで、東日本の学生相撲選手権しか出たことないんですけども、まあ、これはね、ほんと毎年、通常なら国技館で、それは大きなタイトルなんですよね。これ優勝するっていうのは、まあ、年間通して一つ大きな目標ではあるんですけども、まあ、これがね、開催されますと。そして西日本はね、毎年、まあ、堺の大浜相撲公園っていうところでやるんですけども、まあ、これはね、今年も一緒なんですけども、東日本はね、今年はなんだろう、様々な都合により、埼玉県立武道館相撲場、これでやるらしいですね。まあ、僕はこれ全然聞いたことなかったんで、
まあ、どこだよと思ったんですけども、いろんな媒体で話を聞いてみると、まあ、埼玉県の上尾市で、最寄り駅は上尾、そこからバスらしいですね。僕は行ったことないですね。なかなかね、その東日本というか学生は通常なんか国技館だったり靖国神社だったりで試合するんで、なかなか埼玉行くことないんですけども、まあ、今年はそこでやると。そして、まあ、学生で一番のビッグイベントである全国学生相撲選手権大会、通称インカレですね。これも11月7と8、これは多分開催スケジュールは通常通りかな、これの開催も決まりました。これも国技館ではなく、はい、今年はね、九州場所が東京でやるってことで、多分、まあ、プロの大相撲と日程が被るということで、こちらね、埼玉県立武道館、同じですね、先ほどと。そこで開催するらしいですね。まあ、これはね、本当に、まあね、大学の相撲では、とても大事な大会ですね。これが、まあ、開催することになったと。まあ、非常にね、大学生にとっては、まあ、ありがたい話かなとは思いますね。そして最後にアマチュア選手権と呼ばれる、まあ、アマチュア界のね、まあ、全ての大会の、まあ、頂点みたいな大会である全日本相撲選手権、これは12月6日、多分スケジュール通りなんですけども、こちら国技館で開催するみたいですね。まあ、とりあえず9月以降の大会は、まあ、ほぼ開催、学生に限ってはですけどね、大学生の大会はまあほぼ開催するみたいな感じでいいのかな。ただ一つとっても大事なことがあるんですけども、それはね、この大会っていうか今言った全ての大会、これがね無観客で行われると。なので、まあ我々部外者は見に行けませんと、まあそういうことですね。まあこれはねすごくね残念なんですけども、この状況下では、まあ出し方なしと。まあ、実際大相撲とかはねお客さん入れてるんで、まあ、お客さん入れることも可能だったかもしれないんですけども、無観客でやるみたいですね。これは、まあ、関係者はもちろん入れるでしょうけど、大学関係者とかね、まあ、親とかそういう人たちは入れるのかな、入れないのかな、まあ、保護者もね最後のね自分の子供の大会ね見たいみたいな人もいるかもしれない、いるかもしれないっていうかまあ見たい人が多いと思うんですけども、どうなんだろうその辺は、わかんないや。まあ、何はともあれね、大学生の大会に限っては、まあ、それなりに開催する目処が立ったと。まあ、これはね本当に嬉しいことなんですけども、まあ、ただね、まあ、中学生高校生とかは、まあ、小学生もか、まあ、試合をねできてないというのはねまだねかわいそうな状況ですね、うん。まあ、そんな状況でね大学生だけ開催してみたいなことをね思う人がいるかもしれないんですけども、まあ、その気持ちはわからんでもないけど、ただねもう全員でね不幸になってもしょうがないですから、できるとこからやっていくと、そういう風な形で このね、まあ、日本相撲連盟の方針は良かったなとは思いますね、はい。まあ、実際に大会をね見に行くことはできないんですけども、学生ね皆さん頑張ってくださいと。この年になるとねどこを応援してるとかっていうのは、まあ、一応あるか、日大頑張ってほしいですね、はい。男女ともに頑張れ日大ということで、まあ、終わります。じゃあね。